寒い冬の定番鍋を決まった日に住民が食べるよう条例を定めた町が青森県にあります。町ぐるみの鍋の日を住民はどう過ごすのか、心まで温まる一日を追いました。いや、不思議に思いましたよ。初めちょっとね、おかしいなと思ったんだけども。青森県南部町、一面雪に覆われたこの町の住民が口々に話すおかしなこと、それはわざわざ防災無線を使って呼びかけられるという。本日22日は鍋の日です。家族や仲間と鍋料理を囲んで楽しく過ごしましょう。そう、この町ではおよそ2年前から22日は鍋を食べる日という鍋条例が制定されているのだ。午前11時を回った保育園です。これから給食の時間が始まるということなんですが、園児の皆さん、教室を飛び出して一斉にどこかへ向かっているようです。鍋条例はここ保育園でも。22日は保育園全体でホールに集い鍋を囲むというのだ。みんなとご飯食べるのはどうだった？楽しい。家族の団らんというのを終始しまして、鍋を囲む雰囲気だけでも子どもたちに味わわせたいなと思って実施しております。お腹いっぱいになった園児がすやすや眠る頃、南部町の女性たちが動き出した。夕飯の買い物に訪れた主婦だ。あったまっていいんじゃないかな。おかずもあまりいっぱい感じらないし。手抜きもできると思いますよ。簡単だと思います。一つに入れちゃえばいいんだもんね。条例はどうやら主婦の味方でもあるらしい。こうして店にはポスターが貼られ、学校などでもアナウンスされているためか、住民への浸透率も上々。こちらのお宅でも着々と鍋の準備が進められていた。この日の献立は青森の郷土料理かっけ鍋。今日の出来事をこうミーティングっていうのが話し合う、そういった意味ではすごく良い食べ物だと思います。会話の量は 30% アップするでしょうね。さらには鍋条例のキャラクター鍋丸まで登場。町を挙げて鍋条例に取り組むのは一体なぜなのか。町長がですね、テレビかなんかで鍋を、囲んでいる家族はコミュニケーションが取れているということで、いい町内にしようということで条例化することになりました。ちなみになぜ22日なんですか？あったかい鍋をふうふうと冷ますということで。町長の思いつきと語呂合わせから始まったという鍋条例、そこにはもう一つの狙いが。鍋の日に乾杯！乾杯！南部町に住む4家族の忘年会、丹精込めて農作物を育てる農家も参加していた。入れたいですよね、地元の野菜っていうだけで。まさに地元のものを消費されるんで、いい感じじゃないですか、農家としても。地元で育てた野菜を鍋に入れることで、地産地消が進むというのだ。鍋一色に染まる町。ちなみに条例に違反しても罰則はないのだという。